朝早くからありがとう。して寒いんだよね。寝ちゃいそうこのまま。ね。なんかさ、昨日の夜寝たらさ、なんかあっという間に起きちゃうんだけど、なんか体感1分みたいな睡眠時間、そのくらいの気持ちなんだけど、どうして？でも今日はね、なんか夢を見ることもなく、なんか多分ぐっすり寝た気がする。ももがね、部屋に突撃してきた時は起きたけど、今ねハロウィンイベントしてます。はい、ハロウィンギフト集めてるので、ぜひご協力お願いします。はよー。で、今日夜が配信できるかわからないので、はい、ごめんね、ちょっと夜もラジオ配信、もしできたとしたらね、ラジオ配信なんだけど、なのでね、朝のうちに巻き返したい、のでご協力いただけると嬉しいです。ありがとうございます。了解した。朝何食べよっかな。でもさ、お風呂入る前に洗面所で寝てさ、びっくりしたよ。そう、お風呂入るときね、なんかね、気づいたらね、寝ててさ、飛び起きてるのびっくりするよね。やばってなった。
はよう。涙が出てくる、いっぱい。何してるわけでもないのに。はよ、多分7時くらいまで配信すると思うので、皆さんぜひイベントご協力お願いします。皆さんはよく寝れましたか？いや、多分眠い人多いよね。ごめんね。ちょっとイベント期間はどうしても朝早く、夜遅くになっちゃうんだけど。ありがとう、いつも。はよ、夜は配信できるか分かりません。はい、ちょっとまだな、朝の段階では判断ができません。その時間になってみないと、いろいろや、夜はお仕事あるんで。できたとしても短い時間で、しかもあれですね、ラジオ配信になっちゃうんですけど、はい、なので今のうちに朝のうちに少しでも差を詰めたいです。はよ、最近さ、写真フォルダーがすごく増えてね。でも整理しなきゃいけないのは分かってるの、すごく。めんどくさくてしてなかったらさ、いらない写真いっぱいあるのは分かってるの。でも今もうね、1万4000いきそうだよ。あんなに5000超えないように頑張ってたのに、平野。もう全然ですよ。5000って何っていう感じ。そのレベルで写真が増えちゃって。まあ、最近ね、インスタの写真を撮ってもらうことが多いっていうのもありますけどね。まあ、やっぱりたくさん撮ってもらってるので、はよ、
ありがとうございます。そう、でも雲の写真とかを撮ったり、また空の写真を撮って楽しんでいる平野。うん、なんかもうほんと秋の雲なんだよ。な、うろこ雲なんか出たよね、羊雲みたいな。そう、なんかそんな感じなのかなって。そう、正確には私は判断できないけど、うん、そうなんですよ。イラン写真のオンパレードや。消そう？もうね、消せよってね。まあなんか別に私さ、使えそうな写真はお気に入りに入れとくから、とりあえず一旦。そう、どれが使えてどれが使えないか一目瞭然なんだけどさ。もう1位になりました。ありがとうございます。きっとね、夜になったらお相手の方も、お相手というか他のね、方も配信始めるので、そう、少しでも差を広げたいので、ご協力お願いします。ありがとうね、でも、本当に1位を。はよん。唐突に歌うのが平野ですよ。そう、ラジオ配信だからね、特に無言っていうのがね、一番事故なんですよ。そう、でもね、やっぱり私もお話上手ではないので、歌好きだしね。私だ、この前お母さんにさ、お兄ちゃんも歌好きで歌、結構歌う人なんだけど、そう、あんたらは賃貸で暮らせないでしょうって言われました。一軒家なんですよ、うち。そう、お風呂とかでも普通に歌うから、でっけえ声で。そう、あんたら賃貸で暮らせないよ。そう、苦情来るでって言われました。まあですよね。いいよ、本当に嬉しい。自分の部屋もあって、そう、一軒家はやっぱり、うん、まあなんかね、もちろん多少のお隣さん気にすることあるよ。でも基本的にね、壁一枚で隔ててるわけではないから、うん、そう。まあでもそれは何回も思ったことある。一人暮らししたいなって思った時点で、いや私一人暮らししたら歌歌えないやんみたいなね。
リアリでも作品で伝えときたいことを昔と変わらないだろう。読みづらい歌詞も背景も支えるだとか偉そうにさ、何度も何度も言ったけど、言葉の軽さ思い知るのは早すぎないように。そういう人向きにお互い様物件っていうのもあるし、へ、面白。まあやっぱりそうだよね。なんか絶対同じ思いする人いるもん。楽器をやりたいとかね。君が僕を捨てる前にどうしても真に受けてほしくて、この場所を借りて叫ばせて、本当に愛してる月が、違う、月じゃないわ、雪が冷たいわけなんてどうし歌詞僕の手が人より熱いから、君のその手をつないだ時、温かいを引き出すため、おはよう。ね。みんな朝の準備してるのかな。お腹鳴りそう。うん、お腹鳴りそう。ギフトありがとうございます。頭の中のツイギーのミニスカート真似して、短い髪はトンボイって言われてるけど、だけど合わなきゃってニュール、このキャラに似合ったファッション、短ん？なっけ、もし時間が戻ってあの日の私に会えたら、そっと抱きしめてあげよう。 What will be baby、 自分を好きになれなくて、期待通りにできなくて、涙出るんだ世界で、あなたを好きになれた笑顔は作れなくても You'll be fine、 心が
昔のままでいいの、だから無理はしないよ、ダメな自分も好きになれる日まで、泣いてばかりの日々なら優しい心が育って、誰かを救えるはず、そっと震える足で立って信じる先へ大丈夫、未来で笑ってるから、つまずいた石を並べて磨こう、光るよ輝く石になるよ。はよ気づいてたよ、初めから誰かに守られてたこと、記憶の絵の片隅にあなたの影が見える、愛が枯れて乾いた日はなぜかしら雨が降って、雨に濡れて冷えた時は傘が置いてあった、夢から覚めた頬はいつでも拭われた後、ぬくもりがとも残る、ありがとうきっと、一人じゃなくてずっとあなたがそばにいたから、過去の自分も好きになれる気がする、楽しいだけの日々なら、傷を負う心に気づかず誰も救えなかった、そっと震える指握って約束するよ大丈夫、未来へ届けるから、不揃いな花束ねて作ろう世界で一つのマイブーケ。ね、この歌好き、歌詞が良き。今日空が綺麗だ、青空だ、今パッと外見えたけど、うん、今日はお天気いいのかな。ご飯の時間かな、もも梅。あ、今日気温低いんだね。今日っていうかしばらく気温低いね。来週気温低いな。冬じゃん。一桁じゃん。いやん。寒いのいやん。はよー。急に気温が下がりますね。うん、なんかもう全然青空。いて。うん、最低気温一桁だよ来週。いやね、一気に寒なるね。まあでもなんか毛糸とかモコモコ着ても暑くならないかな。うん。でも寒いのは嫌。
なんかもう何着てたらいいか分かんないもんね、寒暖差がすごすぎて。そう、でも上着はね、荷物にはしたくないというね、このズボラというかめんどくさがりが、そう、だからなるべくね、なるべくなんかいい感じの、いい感じのとは、でもそうなんですよ、本当にマジで荷物を増やしたくない。これ以上もうカバンに入らんのだ、私のカバンは。起伏？起伏は今年はあんまり買っていない。そう、あ、持ってくというか、なんかなんというか、上着込みで、あ、まあそうそう、カーディガンが多いか、カーディガン系がやっぱり今の時期楽かな。そう、だから荷物にしないためにはまあずっと着てるわけじゃない。でもなんかやっぱりさ、どっかのお店とか入るなるさ、なんか店っていうか、なんかそう、やっぱり脱がなきゃ、普通の上着だとね、脱がなきゃいけないタイミングがそう出ちゃうから、カーディガンを着るとそう、なんか脱がなくても大丈夫だから、大丈夫よ、私寒いの嫌いだからちゃんと着てくよ、そうね、気温差が激しいとね、やっぱり本当わかんないよね、お腹鳴りそう、お腹空いたね、みんなもお腹空いたよね、ちょっと分からんけど、みんな食べたのかな。もう食べた人多いな。私は何を食べようか迷っています。まあご飯はご飯なんだけどね、いつもご飯、はよー、事故らないための声出し。
話すことあるかな、なんか。ストレッチしない、今してない、前やってたけどね、ちょっと、うん、やってない、だって時間ないんだもん。そう、本当にバタバタしてるんだよ、あさって。うん、だって私家出るさ2時間半とか前に起きてんのにさ、それでも時間がないの、朝。なんでだろうね。まあ、大体大半があのメイクの時間と弁当作ってる時間なんですけどそうそうそう、そう、なんかもっと早く起きればええやんっていう人いるかもしれんけど、これ以上あの早くするとね、マジでちょっと私倒れちゃうので、仕事中に眠すぎて倒れるとかいう、なんかすっごいおかしなことになるんで、今の時間を確保している。皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。はい、ちょっとね、あの夜配信ができるか分かんなくて、今日の配信これだけっていう可能性もあるので、もしできたとしてもマジで短い時間でしか配信がちょっとできませんので、ご協力いただけると嬉しいです。でね、ちょっと水曜日もあの夜はもうほとんどできないと思っといてください。ほとんどどころか多分できないので、ほとんど、うん、そうできないと思いますので、はい、ちょっとね、なるべく今のうちに上がっときたいの、協力いただけると嬉しいです。うん、なんか急に今これ誰の歌だろう、誰かの歌が流れてきたよ、頭の中に誰の歌だこれは、誰の歌だろう、全く分からんけど、お兄ちゃんが歌ってたなと思って、ちょっと流れてきちゃった早ん。とは、おはよう。そうだな、50分、55分、50分になったら
ランキング読んで配信終わろうかな、朝配信。またね、ちょっとこの後バタバタしますので。なんで私最近こんなに時間に追われてるの？昼は目覚めず、あ、寝れた。爆睡でした。体感1分睡眠時間ね。毎日、いや、皆さんが見てくれるからですよ。ありがとうね。トレーナーとパーカーのセットものあるんだけど、サイズ、丈がどのくらいかによりますね。何サイズがあるのかがちょっとわかんないんだけど、でも全然お任せでいいよ。多分切れないものってないから、私サイズ全然お任せします。ありがとうね。ギフトありがとうございます。体固まっちゃった。体がカチコチです。同じ体勢でいた。なんかお話のネタないかな。お話下手で申し訳ない。静かになっちゃう。朝はどうしても特に。そう。朝はね、静かになりがちなのです。よって松葉です。仕事もあります。はい、ギフトありがとうございます。クオランタ、最近おすすめの反応とは何ですか？あ、50分、ちょっともうちょっとだけ話そうかな。ご飯のお供、キムチと韓国海苔と卵です。 SMLX、 ちょっと待ってね、竹かね、ちょっと待ってね。そう、
こういうのはね、ZOZO を見るといいんですよ。今まで買ったやつの丈感がわかるから。そう。ありがとうございます。着丈ではないのかな。S か M かな、多分。うん。着丈とさ、なんて、なんて読むんだ。あ、この長さなんだね。あ、なるほどね。いや、S か M じゃちっちゃいかもしれない。着丈と見丈って違うんだね。でも LXL、 いやでもなんか正直どれでもいいかもしれない。うん、 L くらいがベストなんかな。かな。そうかもしれない。 2,3 センチでしょ。そうしたらね、多分 M か L かな。でもなんか丈が長かったら長かったで、私ワンピースで下は半ズボン履いてワンピースっぽく着たりもするし、大きかったら、だから別にそれで着れるし、全然割と何でも大丈夫そう。昨日やったり着るのは家の中だけ。いや、全然外でも着ますよ。あんまり上げてないっていうだけで、写真として。いや、上げてなくないな。上げてるな。全然ダボっとしたのも着てます。55分にしますね。ごめんね、55分にするね。ランキング読み始めるの。そう、ピタッとしたのも好きだし、大きいダボッとしたのも好きだし、なんかどっちも好きなんだよね。どっちも好きだから、なんかその時の気分に合わせてかな。どうしようね。いやでも本当にそこは全然、なんでも多分すっごいちっちゃいってことはないと思うので、じゃあ L で。こういうのは多分私が言った方がきっといいよね。 L で。そう、私もそういうタイプだから、決めてっていうタイプだから、そう、わかんないから、決めてっていうタイプなんで私が決めます。 L で。連休じゃないんです、今日もお仕事はあるんですけど、そう、明日はお休みなんでね、連休ではないんです、残念ながら。でもまつげパーマには行きます。お、55分ありがとう。そしたらランキングいくね。13位、打ち上げ。32、何やかみよし。31、たもちゃん。30、ゆうこさん。9位、とめさん。8位、むむさん。7位、
朝は仕事、夜は寝てるの。ランタンさんも無理せずね、体気をつけて。6位ところてんさん、5位大丈夫博士さん、4位サルキチさん、3位ケンイチさん、2位ユータさん、1位アイスカフェさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。アイスカフェさん、ムーンさん、ナーニャ神吉さん、ランタンさん、トメさん、ケンイチさん、ユウコさん、ユータさん、大丈夫博士さん、サルキチさん、ところてんさん、エビ様さんです。はい、ありがとうございます。ということで、ね、朝早くからありがとうございます。はい、私は松葉に行ってまつげギュインギュインにしてきます。はい、まあね、ちょっとさっきも何回か言ってたんですけど、夜は配信ちょっとできるかわかんないっていうのと、ちょっとできてもそんな時間が1時間もできない人、30分もできないと思うんで、はい、あれなんですけど、もしやってたらね、ぜひご協力いただけると嬉しいです。やっぱりね、夜の時間にやっぱりね、配信してしたいんですよ。そう、見に来る方も多いので、うん、はい、さらに可愛くなってきますねありがとう明日の朝はします、ラジオになりますけど。そうだから本当にここ、今日と明日は配信できてもラジオ配信になります。はい、明後日からは普通の、ね、配信に戻ります。はい、なのでまあ、ちょっと覚えといていただけると。すいませんね、なんかちょっとイベント期間中なのにこんな感じで。はいはい、それではね、朝早くからね、皆様ありがとうございます。体調気をつけて、あったかくして、はい、そしてね、ほんとイベントにもご協力いただきありがとうございます。あとね、まあ、今日含めて6日間残ってるので、最後までよろしくお願いします。それではまた夜会えたら夜にお会いしましょう。多分ちょっとはできると思うんで、皆さんもね、本当体調気をつけてね、お仕事、お出かけ、学校などなど行ってらっしゃい。ね、お家にいるよってことはね、ゆっくり休んでくださいね。それではまたね、ありがとうなど。すごいさ、なんか画面映ってる、なんかまあいつもだいたい映してる、まあほとんど、まあまあまあ、また映してることの方が多いじゃない。その癖でさ、なんかハートとか作っちゃったんだけど、見えないのにはい、以上です。ヒランでした。ありがとうございます。またねー。